こんにちは、シリカブだよ。今回もね、アイスステーションセット楽しんでいこうと思います。今回はなんとマルチだ。マルチプレイでやってみたよ。3人でね、冒険してみようと思う。で、とりあえず話し合いの結果、海辺の方に行ってみようと。3人とも初心者なんでね。あ、ライフルのね、弾台もね、今見つけた。これでね、ゾンビと会っても戦える。で、やっぱりね、このゲーム難しいかな。難しいと思う。アイテムもね、いっぱい集めても一度死んだら全部なくなるしね、どっか変なところに飛ばされるしね。マルチプレイでもね、合流するのも大変やった。3人が合流するのも大変だけどね、こうやってライフルさえ手に入れたらゾンビが向かってきても怖くないぞ。見てみる。うん、ほら、やつけれた。とりあえず来い。距離取って近づいてきたところ撃つ。よし、ナイス。もう一人撃ってやろう。このゾンビ足が速いからな。よーし、とりあえず着いた。中に何か重要なもんがあるかな。あ、ベッド。体力とかも回復。うっ、入ってきやがった。入ってきやがった。やっべ、気持ち悪いな、これ。結構気持ち悪いよな。これ伏せとったら気づかないんかな。どうなんだろう。どっか行け。出て行けよ。まだいる。中まで入ってくるんか。今レッドがね、伏せろっつってね、何事かと思って伏せたんだけどね、入ってくるのか。窓見よるわ。外見よるわ。これスーツ着てるのかな。出ていけよ。グリーンに打ってもらいたいな。グリーン打ってくれよ。グリーン、よし、ナイス。グリーン、ナイス。ゾンビが中まで入ってくるんだね。また来やがった。うわっ、うわ、また来やがった。グリーンがやっつけてくれたからね、助かった。もう弾がないんだよね、こっちは。よし、一気に船か何か探そうか。ゴー、船探し。うわ、ゾンビいる。うわ、2匹に襲われてる。レッド死んだんじゃねえか。レッド大丈夫か。グリーン頑張れ。うわ、グリーン、レッド、グリーンもレッドも死んだ。やっべえ、あ、レッド生きてた。よかった、よかった。グリーンが死んだのか。うわ、いっぱい。そしたら1、2、3、4、うわ、入り口も5、ゾンビだらけ。大丈夫か。うわー、いやー。